スーダン、スーダン共和国、スーダン共和国、通称スーダンは北東アフリカに位置する国家である。首都はハルツームである。エジプト、リビア、チャド、中央アフリカ、南スーダン、エチオピア、エリトリアと国境を接し、東は航海に面している。アルジェリア、コンゴ民主共和国に次いでアフリカ大陸で3位の面積を有する。 2011年7月に南スーダン共和国が分離独立する前は面積250万5 8 1 3トルとアフリカ大陸最大の国土を有していた。正式名称はアラビア語でジャンハーヤットアズスーダンジュムフーリーヤイコールスーダーン。通称はアズスーダーンアイコールスーダーン。公式の英語表記は通称 日本語の表記は、スーダン共和国。通称、スーダン。漢字表記は、ソタンスーダーンは、アラビア語で、黒い人を意味する言葉を原理とし、元来は、北アフリカのアラブ人たちから見て、南に住む黒人の居住地域、すなわち西アフリカから、東アフリカに至るまでのサハサバクイ南の広い地域を、指す、地域名称で、国名としてのスーダンと区別するため、 歴史的スーダンともいう。国家としてのスーダンは、地域名としてのスーダンの東部を占め、歴史的には東スーダンと呼ばれた地域にあたる。南スーダンの独立後、スーダン共和国を指して、北スーダンと呼ばれることは稀だが、二国間関係を表す際に、南北スーダンとする表現白見られる。かつてこのスーダンのナイルガー流域北部は、ヌビアと呼ばれ、 北に栄えた古代エジプトの影響を強く受けた地域である。古代エジプトの小王朝は、勢力が強まるとナイル川沿いに南下して金や造下、交易拠点を作り支配領域を広げ、国力が衰退すると撤退することを繰り返した。そうした中、紀元前2200年頃に南部から移動してきた黒人の集団がこの地域に、駆守王国と呼ばれる初めての国を建国した。 この王国は中王国時代のエジプトの影響を受けながら勢力を拡大していった。その後、エジプトが新王国時代に入ると、トトメス一世が駆使を滅亡させた。紀元前900年頃、ナパタを尊として駆使は再興し、やがて衰退したエジプトに攻め入ってエジプト第25王朝を建国した。第25王朝はアッシリアに敗れ、ヌビアへと撤退したが、 ヌビアの支配権は保持し続けた。紀元前6世紀半ばに、クシュア首都をさらに南のメロエへと遷都し、以後この王国は、メロエ王国の名で知られることとなった。メロエは、牧畜とソルガムの農耕を主産業とし、さらに鉄の産地としても知られた。4世紀頃、メロエは、エチオピア高原のアクスム王国によって滅ぼされ、そのこ地は、北からの3王国に分かれた。 三国共に五世紀頃にキリスト教を受容し、以後千年近くキリスト教を信仰し続けた。イスラム教勢力によって飲み込まれ、1505年にはイスラム教のが建国されて、キリスト教勢力は消滅した。1596年には西のダルフールにおいてもイスラム教のダルフールスルターン国が建国で、この地方は完全にイスラム化された。 1821年エジプトのムハンマド・アリー朝のイスマー・イール・パシャにより後のスーダン北部が征服された。エジプトは次第に南部に支配を広げた。1840年そのものがロンドン条約によってイギリスの保護下に置かれた。1867年1914年。1874年、ダルフール・スルターン国を併合。 1883年にムハンマド・アフマドをマフディ指導者とするマフディの乱が起こり、1885年にはエジプト、イギリス軍のチャールズ・ゴードンをハルツームで戦死させ、マフディ国家が建設された。1898年イギリスの保冷ョ・キッチナー、率いるエイホコリ軍がオムダーマンの戦い、オムデルマンの戦いなどでマフディ国家を制圧した。しかし、 この14年のマフリ国家の支配下で進出していたフランスのマルシアン部隊とイギリス軍がファショダ村で衝突しファショダ事件が起こったこの事件はイギリスの南下政策とフランスの東進政策が背景にあったが本国政府同士で話し合いスーダンとモロッコの利権を交換することで解決を見た1899年から再び エジプトとイギリスの両国による共同統治下、英誇り領スーダンに置かれた。1924年以降北部を中心に独立運動が続けられたため、1924年以降は南北を分断して統治する手法を採用し、マラリアなどの予防の名目で8度以北のものが南、10度以南のものが北に行くことはどちらも違法とされたことも分裂のもととなった。 1945年、ラオ中心に、ウンマ党を結成。独立運動を主導した。1954年自治政府が発足。独立運動の主体及び自治政府が北部のイスラム教徒中心だったため、1955年に第一次スーダン内戦、南北内戦が勃発し北部のアラブ系イスラム教徒と南部の主に黒人のヒアラブ系、主にアニミズム。 一部キリスト教徒が戦った。1956年1月1日に、スーダン共和国、1956年から1969年として独立。1958年11月将軍がクーデタを起こし、アブード政権、1958年から1964年が誕生した。1960年頃、 エジプトのムスリム同胞団の支援を受けてが、イスラム憲章戦線、ICF を結成。1964年のアブード政権崩壊後、1965年4月に、ウンマ党と国民統一党との連立政権が誕生。1969年5月、陸軍のクーデターで、ジャーファル・ヌメイリを議長とする革命評議会が全権を掌握、国名を スーダン民主共和国に改め、1971年にヌメイリが大統領に就任した。第一次スーダン内戦は1972年のアディスアベバ合意まで続いた。1975年にシェブロンにより、油田がアビエーで発見されると、ジャーファルヌメイリは南北境界のヘグリク油田地帯を北部に組み入れるために地域区分の組み替えを始めた。 1978年が結成された。1983年初め、南部に新スーダン建設を掲げるヒアラブ渓谷人のリンカ、ビトガ主体の反政府組織スーダン人民解放軍、SPLA がソ連とエチオピアの支援を受けたジョン・ガランの指導のもと、組織され、と反政府組織の主導権を争うようになった。ヌメイリ政権は1983年9月に、 イスラム法を導入したため、これに反発する南部スーダンの黒人有力民族、リンカビを主体とするスーダン人解放軍、SPLA がゲリラ闘争を拡大、第二次スーダン内戦に突入した。1984年からは、干ばつとエチオピアからの難民流入で、経済困難に陥った。1985年4月6日に率いる軍部によるクーデターで、 ヌメイリ大統領は失脚し、エジプトに亡命した。12月に、国名は、スーダン共和国に戻され、翌1986年4月、議会選で、ムハンマド・アフマドの彦にあたるを首相とする、文民政権が成立した。1989年6月30日、オマリュアルイコール、バシール殉相が、イスラム主義組織民族イスラム戦線。 NIF と連携して無血クーデターを成功させた。バシールは革命委員会を設置して非常事態を宣言し、自ら元首、首相、革命委員会議長、国防省に就任し、NIF の主張に沿ったイスラーム化を推進した。1991年に隣国エチオピアにアフリカ最大の人権抑圧者と呼ばれるメレス、ゼナビ新大統領が就任し、 スーダン人民解放軍、SPLA は後ろ盾を失い3分裂した。最高機関だった革命委員会は1993年10月民政移管に向け解散し、同委員会の権限は内閣に異常されたが、バシールが首相を兼任したまま大統領に就任した。1994年にコルドファン州が、北コルドファン州、南コルドファン州、 西コルドファン州の3州に分割された。同年、スーダン人民解放軍、SPLA の新たな後ろ盾となっていたウガンダを、避難する2月6日には、ヨエイムセベニ大統領から神の抵抗軍へ、最後通帳が伝えられたが、その2週間後に、神の抵抗軍は、南スーダンへの越境を開始した。1996年3月の議会選では、 欧米諸国との関係改善を図るバシール大統領派が圧勝し、バシール政権が存続した。1997年に第一次、今後戦争が終結すると、ウガンダへの姿勢も軟化させた。1998年5月、政党結成の自由などを含む新憲法の可否を問う国民投票を実施し、96.7%が賛成により成立、 1989年以来禁止されていた政党活動が解禁となった政党登録開始は1999年1月。しかし、バシール大統領は大統領の権限縮小を狙う国民議会の議長との確執から1999年12月に非常事態を宣言し国民議会を解散、内閣も総辞職し、 2000年1月に親トラービー派を排除した信頼が発足。トラービーはバシール政権の与党国民会議 NCNIF を母体とするイスラム主義政党の初期長を解任された。トラービーは新党人民国民会議 PNC を結成し対抗したが12月の議会選大統領選では野党はボイコットし、 バシール大統領とバシール派政党が勝利した。2001年2月、PNC と南部のスーダン人民解放運動、SPLA がスイスのジュネーブで第二次内戦集結や民主化に向け協力するとの覚書に調印したため、政府はトラービーラを逮捕して対抗した。バシール大統領は2002年8月19日、小規模な内閣改造を実施し、 イスラム主義中道派のウンマ党、アップの分派メンバーを閣僚に投与した。さらに11月30日には、中道リベラル政党、民主統一党、ダップの分派メンバーも入閣させるなど、野党勢力の取り込みを図ることで、SPLA との和平交渉と合わせて、柔軟姿勢を示した。2005年1月9日には、バシールと SPLM との間で、包括和平。 cpa 半年後の暫定政府発足について合意に達した。西部のダルフール地方三州でも2003年以降、アラブ系と非アラブ系の低住民フール人や遊牧民ザガワ人などとの対立が激化し、ダルフール紛争が勃発した。双方が武装勢力を組織したが、特に政府の支援を受けたアラブ系の民兵組織ジャンジャウィードの勢力が強く、 民族浄化が行われたとして、避難の対象となった。また、多くの難民がチャドに流れ込み、ザガワ人のイドリスデビ大統領が実権を握る、チャドとの関係も極度に悪化した。2004年アフリカ連合が、視要員の派遣を決定した。2005年7月9日、バッシールを大統領、SPLA のジョン・ガラン最高司令官を第一、副大統領とする、 暫定政府が発足した。暫定政府が6年間の統治を行った上で、南部で住民投票を実施し、北部のイスラム教徒形成権と南部政府の連邦を形成するか、南部が独立するかを決めることになった。7月30日、副大統領となったばかりのガランが、ウガンダ訪問からの帰途に事故し、ヘリコプターが悪天候のため墜落したとされる。これを聞いた。 南部住民数千人がアラブ系住民を襲撃するなどの事件が発生。また、SPLA を束ねてきたガランの死は SPLA 内部の権力争いにつながる可能性を帯びている。さらに、SPLA は南部側の政府代表といってもそのうちの旧主流派はリンカ人中心だった。南部のヌアー族が政権の支援を受け、SPLA への攻撃を開始するとの憶測も、 流れた。ウガンダとコンゴ民主共和国軍による神の抵抗軍相当作戦2008年12月14日から2009年3月15日に南スーダン自治政府が協力する部隊を派遣した。2009年3月4日、ダルフールでの戦犯容疑、人道に対する罪などの容疑でバシール大統領が国際刑事裁判所 ICC から逮捕状を出されている。 同大統領は、逮捕状発行後、エリトリアとエジプトを訪問している。2009年3月26日、バシール大統領はリビアを訪問し、アフリカ連合、AU の議長でもある、カダフィ大佐と会談した。リビアが3国目。2010年7月11日、国連アフリカ連合合同ダルフール派遣団は、同地方での武力紛争により、6月の死者は221人に、 達したことを明らかにした。2010年7月12日、国際刑事裁判所 ICC は、バシール大統領に、ジェノサイド、大量殺害犯罪容疑で2回目の逮捕状を発行した。7月15日、スーダンの2005年包括和平合意、CPA の北部のスーダン国民会議、NC と南部の SPLA は、南北協会確定合同委員会を補佐する。 省委員会の設置で合意したことを明らかにした。この南北協会確定合同委員会は3年前に発足した。7月21日、バシール大統領はサヘル・サハラ南縁諸国首脳会議のためチャドを訪れた。同大統領が ICC 締結国を訪問するのは初めてである。南北和平協定における協定事項の一つであるアビエーの協会をめぐり、 北部側が提案を拒絶し林家系住民を攻撃し2007年末より戦闘が激化2008年には正規軍同士が衝突するに至ったその後朝廷により帰属未決定のアビエイ地域を除くアビエイ地区はスーダン側の支配下となったがアビエイ地域以外のアビエイ地区に含まれていたヘグリグ油田は南スーダンに帰属すると主張し2012年3月に 南スーダン軍が同油田に侵攻、南北スーダン国境紛争が発生した。2011年1月9日、南部の自治政府による独立の是非を問う住民投票が行われ、南スーダン独立票が過半数に達した。この投票のために国連はスーダン派遣団を送り、住民投票監視団には一員として元米大統領、ジミーカーダー、 ジミー・カーターが、スーダン入りしている。2011年7月9日に、南スーダンは、独立したが、南スーダンには石油など豊富な地下資源が眠っており、その境界の資源の帰属をめぐって、現スーダン政権との間に、新たな混乱が生じる、可能性もある。2011年11月10日、スーダン軍は、南スーダン北部、ユニティ州、イダヤウエ、 ナイル州の難民キャンプを爆撃した。また、同軍は南コレドファン州と青ナイル州でスーダン人民解放運動北部 SPLM 民兵の総動作戦を進めている。2012年には国境の油田をめぐって武力衝突が発生している。議会は一員制の国民議会360議席、全議席の60%を小選挙区制。 15%を比例代表制で選出する。残り25%は女性議員枠である。与党はバシール大統領が結成した国民会議である。長年軍事独裁政権が続いてきたが、2010年4月11日に24年ぶりの複数政党制選挙が行われた。しかし、大統領選挙では政権側の不正を理由に、 災害野党スーダン人民解放運動 SPLM が大統領選挙を一部野党が各種選挙をボイコットしたためバシールが得票率68.24%で再選を果たした。行政府の長たる首相職は1989年を最後に廃止されたが2016年に議会が復活を決議2017年3月1日に バシール大統領が、側近の第一副大統領を首相に指名し、翌2日に就任宣誓を行った。バシール政権は、湾岸戦争時には、イラクのサッターム・フセインを支持して、オサマ・ビンラリンの国際テロ組織アルカイダも支援したと、されたことで、1993年にはアメリカ合衆国に、テロ支援国家の指定を受け、以後経済制裁が続いている。 一時改善の兆しがあったものの2003年のダルフール紛争勃発後はさらに欧米諸国と対立した。このためバシール政権はヌメイリ政権時代から友好的でスーダンの豊富な資源を求めている中華人民共和国との関係を深めて中国企業はスーダンの産油企業2つの最大株主となっており国際連合アフリカ連合ダルフール派遣団で 中国からの国連平和維持部隊も受け入れ、中国の援助で自らの大統領府も建設するなど経済、軍事両面で両国は密接な関係を持っている。また、ロシア連邦もプーチン大統領が2017年11月に放浪したバシール大統領と会談するなどスーダンとの関係を重視している。2016年1月2日に サウジアラビアがイスラム教シーア派の有力指導者を処刑したことでサウジアラビアとイランの関係は急速に悪化。イランの首都テヘランにあるサウジアラビア大使館が襲撃されたことをきっかけにサウジアラビアはイランとの国交を断絶した。スーダンもこれに続いてイランとの国交断絶を表明した。2017年12月。 トルコのエルドアン大統領がスーダンを訪問し、かつてオスマン帝国の影響下にあった航海沿岸のトルコが開発する計画を発表。トルコと対立するサウジアラビアやエジプトが反発している。15の州とその下に47の地区がある。内は主要都市。主要都市は首都のハルツームのほか、オムデルマン、アルハルツームバーフリ、ポートスーダンがある。 ハルツーム、オムデルマン、アルハルツームバフリは、ナイル川を挟んで隣接しおり、三つご都市とも呼ばれ、スーダン最大の都市圏を形成している。国土の大部分は広大な平原で、ほぼ中央をナイル川とその支流が循環する。北部は、ヌビア砂漠、南部は、ステップ気候であり、サヘル地帯が広がっている。北部は乾燥した、砂漠気候であり、 年間降水量は100ミリメートル以下である。わずかにナイル川や公海沿岸に少数の人々が住むに過ぎない。公海沿岸は起伏が多く、平野はあまり発達していないが、湾流も少なく旅行はほとんどない。中部は寒気には乾燥するが、雨季にはまとまった降水量があり、特に白ナイル川伊東のゲジラ地区などは、肥沃な農業地帯となっている。南部のコルドファンや、 西部のダルフールでも事情は同じで、ウッには農耕も行われ、さらに雨を受けて、広大な草原となった土地を牧草地として、盛んに牧畜が行われる。西部のダルフール地域にある、マンラ山地や中央部のヌバ山地など、いくつかの山地が孤立して存在している。最高地点は、マンラ山地のデデディバカルデラ、標高3042メートル。南に行くに従って雨量が増え、 ステップ気候となっていく。北部の砂漠と航海沿岸は一年中、日中の気温が摂氏40度を超す円熱の地である。水系は、ほぼすべてが、ナイル川へと流入する。中央を縦貫する白ナイル川を基軸としている。ナイル川の流量は、南スーダン最北部のスットにて激減しているが、これが増大するのは、青ナイル川を合わせる首都ハルツームイ北である。青ナイルはには、 雨量が減少するものの、雨期にはエチオピア高原に降った大量の雨を運んでくるため流量が極度に増大。下流のエジプトで定期的に洪水を引き起こしていた。その後、北の跡原でやはりエチオピア高原から流れてきた跡原川を合わせた後、エジプト領内へと流れ下っていく。IMF の推計によると2013年のスーダンの GDP は667億ドルであり、アフリカ全体では7位に位置する。一方、一人当たりの GDP は1941ドルと世界平均の20%を下回る水準にある。1990年代までは長引く内戦や経済制裁などで、経済は完全に破綻状態であり、2016年現在スーダンは平和基金会が発表している。 世界失敗国家ランキング4位の国である。他方で、石油資源では、アター、イエール油田や、ヘグレグ油田、ユニティ油田、アブガブラ油田やブルーナイルリフトが大きく世界の注目を浴び、アメリカの経済制裁が加えられた期間に、石油メジーの感激をつく形で、1990年代後半から中国政府のバックアップを受けた中国系企業が進出した。 数万人規模の中国人労働者がスーダンに派遣され、石油プラント、石油パイプラインが建設された。グレーター、ナイルオイルパイプラインは、全長 1600km で、ユニティ油田ヘグリグ油田ハルツーム、ポートスーダン、航海に面する港をつないでいる。マグラットバシンから産出する石油は、ナイルブレンド、と呼ばれている。あとに、 サルジャス油田からヘグリグまで 172km パイプラインが延伸された。ペトロードルパイプラインは全長 1380km でパラグ油田、アター、イエール油田フラ油田ポートスーダン、航海に面する港をつないでいる。メルドバシンから産出する石油はダーブレンドと呼ばれている。同様にレアメタルの埋蔵量も注目を集めている。その他、 メローエダムに象徴される大規模な水力発電所及びダム、鉄道、老朽化したポートスーダンからハルツーム間の建設も中国系企業が注するなど極めて濃厚な協力のもと徐々に経済が立ち直る兆しが見られる。以上の理由から特に東部では経済が急成長しており首都ハルツームでは総工費40億円をかけて63。 東武の高層ビル建築が進行中である。しかし、石油資源などが豊富な地域は南部スーダン地域であり、スーダンの支援国である中国は南スーダンにも国連平和維持部隊を派兵して油田権益を確保している。東部に限ればアフリカのパンカゴとも言われる肥沃なナイル川周辺の農地を使っての小麦、トウモロコシの栽培が盛んである。特にハルツームより、 南の白ナイル川と青ナイル川に挟まれた三角地帯では1925年にイギリスの植民地政府によってゲジラ計画が行われ大規模灌外によって小麦や綿花の大黒倉地帯とった最近はトルコやサウジアラビアなどの周辺諸国の企業による農業投資が盛んであるとりわけ湾岸アラブ諸国は 国土の大半が農業に不向きな砂漠のため食料供給地としてのスーダンに着目ている。2008年の農業投資契約数は33件で7年度の3倍である。スーダン政府は投資企業に土地を安く提供、関税免除などの特典で投資国を引き付けようとしている。スーダンの鉄道は1890年代に建設が開始され、 現在の総延長は5 3 1 1トルに上る。すべてが狂気で、内1 0 6 7ト、mm、ルが4 5 9 5十ミ6 1 0ト、mm、ルが7 1 6トル、ある。首都ハルツームから北のワジハルファや北東のポートスーダンへ向かう線路と、南のセンナールを経由して、西のダルフールの中心都市にやらや南部スーダン北部のワーウへと向かう線路があるが、 ワーウェ向かう線路は現在運休しており、他の区間も老朽化が進んでいる。最も重要な路線は、首都ハルツームと、スーダン唯一の外交である、ポートスーダンを結ぶ路線で、スーダンの鉄道輸送の3分のはこの路線であり、中国によって車両は近代化されている。運営は、国営のスーダン鉄道が行っている。イギリスとソビエト連邦、中国の軍事顧問団が、 政変の土に入れ替わりつつ指導し、育成が続けられてきた。スーダン内戦を通じてのタイゲリラ戦の実績はあるが、他国との本格的な交戦実績はない。2000年代に入り、石油輸出で得られた外貨を武器購入にあて、紛争を行っていることから国際的な非難を浴びている。主に中国製の武器が使用された。 戦車は中国から96式戦車が輸出されている。ソ連と対立し始めたヌメイリ政権時代の1972年から購入された62式系戦車70両、59式戦車50両なども保有している。また、99式戦車のライセンス生産版であるアルバシールを開発している。自動小銃も中国から81式自動小銃。 56、式自動小銃が輸出され、ライセンス生産も行われている。また、M16 のコピー品である、ノリンコ社の CQ311 を、テラブという名前で、ライセンス生産している。また、タレンソーロケットシステム、WS2 の輸出が行われた模様である。これら中国から輸出された武器により、ダルフールでの虐殺が行われており、並びに中国は、 国際的な非難を浴びている。保有機数や運用実態の詳細は不明であるが、スーダン空軍では固定翼機はミグ -21 主として中国生産型の J-7 及びミグ -29 を回転翼機はミ十 -24、35やミス -8、17などを保有している。ミグ -29 についてはダルフール紛争に関する 国際的な批判にもかかわらず、2003年から2004年にかけて、ロシアより、最新派生型の一つミグ -29S、戦闘機10機とミグ -29UB 練習機2機が輸出され、国際的な注目を集めた。ロシアは、ミグ -29 のこの派生型は、対地攻撃には使用できない仕様であり、紛争には関係しないと説明していたが、一方で、 対地攻撃ヘリコプター未35の新型を引き渡している。空軍機材の主となっているのは、このような旧ソ連製や中国製の機材であるが、その他に補助的ながら、西側製の機材も運用している。北部のナイルサハラ五族ヌビア諸語を話す。中部ののニジェイルコンゴ五族コレドファンゴ派を話す。ヌバ族や南部のを話す民族などヒアラブ国人が52%。 北部を中心にアラブ化した黒人や黒人との根血を含むアラブ系が総人口の約39%東部のアフロアジア語族騎士語派ベジャ語を話すが6%外国人が2%その他1%ダルフールの北部にザガー族中部にフール人南部には居住しているアラビア語スーダン方言と英語が公用語 ヌビア語などヒアラブ民族語も広く話される。2005年の現行憲法は、公用語について、一下のように定めている。第8条、スンナ派を中心とするイスラム教が70%、南部ヒアラブ人を中心にアニミズムなどの、伝統宗教18、18%とキリスト教5、5%、北部に20万人ほどコプト教徒がいる。 キリスト教徒の多い南スーダンの分離独立に伴い相対的にスーダンにおける非イスラム教徒比率は下がり現在はスーダンにおけるイスラム教徒比率は周辺の北アフリカ諸国同様絶対多数派となっている現在は北部のコプト教とコルドファン丘陵地域のいくつかの伝統宗教やキリスト教を信仰する民族グループを除き国民の大多数が イスラム教徒である。南スーダンが独立したことで、キリスト教徒への迫害が強まっており、スーダン国内のキリスト教徒は、市民権を失った状態にある。教育制度は小学校8年、接近デリースクール3年、大学4年の8.34世であり、義務教育は小学校8年のみである。バシール政権成立後、教育のイスラム化が重視され、 1991年にはイスラム教育が導入された。これは非イスラム教権にも適用されたため、国内の非イスラム教徒の反発を招いた。大きく分けると、スーダンにイスラームを持ち込んだアラブ化されたエジプト人、彼らと現地先住国人との根血時、そして彼らに基準しイスラームのみならず、アラビア語を受け入れた先住国人たち、 この三者の子孫で構成され、現代交互アラビア語スーダン編集を話す。アラブ人が北部を中心に勢力を張り、宗教的にはイスラム教を授与しつつもアラビア語は受け入れなかったイスラム系先住が西部に勢力を張り、そしてイスラームすらも受け入れず先祖伝来のアニミズムを守るか、一部キリスト教に改修した先住民が南部に勢力を張っている。 この三者が現代スーダンの住民対立の大きなグループとして挙げられる。この中でもアラブ人と他の二者との対立が強く支配者アラブ対周辺化された非アラブという対立軸が現代のスーダンの紛争においてしばしば見られる。宗教の対立は近年のスーダンの紛争では決定的な対立軸ではない。人種的には前述されているように北部は ホワイトアフリカに属するエジプトと隣接しているために、コーカソイド系との根血進み、南部はニグロイドとコーカソイドの根血はあまり起きなかった。なお、北部住民のアラブ系住民は、南部の住民を黒人と呼ぶが、人種的な分類というよりは、アラブ化を受けなかった、先住民と、ニュアンスで用いている。スーダン国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された。 文化遺産が2件、自然遺産が1件存在する2016年の第40回世界遺産委員会終了時点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。